後藤輝樹です。先ほど楽天モバイルひどすぎるって動画撮ったんですけど、その続編です。ちょっとね、さらにね、ひどいことが発覚しまして、ちょっと動画撮ってます。これ別になんか、文句とかっていうよりも、こういう世直しのために僕言ってるんですけども、本当衝撃的でしたね、本当に。僕さっきそのね、電話で050が有料だったって知って、ええー、って感じで、ちょっとショックを受けてたんですけど、で、まあ、気持ち切り替えて、僕、ユニクロの感動ジャケット買いに行ったんですよ。1000円引きだったね、今日。で、買いに行って、まあ、それも動画上げてますけど、買いに行って、で、買いに行く途中に、楽天モバイルのショップがあったんです。楽天モバイルのショップ、ドコモショップとか、au ショップ、ソフトバンクショップみたいな感じで、楽天モバイルショップがあって、聞いてみようかなと思ったんです。本当に050が有料なのか聞いてみようと思って、ふらっと入って、その受付の人、女の人3人ぐらいって、3人いて、で聞いてみたんですよ。そしたら、050って楽天リンクからかけても有料なんですかって聞いたら、有料ですって言うんですよ。あ、本当に有料なんだと思って、と思って、その、楽天のコールセンターとか050ですけども、その050、楽天のモバイルから楽天のコールセンターかけても有料なんですかって聞いて、有料ですって言うんですよ。と思って。だって Y モバイルとか、わかんない、その、なんだろう。ドコモとかさ、普通さ、自分のところかけたらさ、無料じゃんか。自分の会社のね、電話かけたら。あ、有料なんだ、楽天モバイルと思って。じゃあ、チラシみたいなのないですかって思って、そのコールセンター、さっき、一応なんかもらおうと思って、そのさっきのね、かけた050とね、その、今ね、楽天モバイルのショップの方が言ってる050合ってるのかなとか、そこに050これは有料ですとか書いてあるのかな、ちょっとさ、見ようと思ったの。で、ちょっとなんかチラシみたいなのないですかって聞いたら、ちょっと出してきてくれたんですよ。で、これね、なんか、で、これなんですけど、これもらったんですけど、で結構ね、それで、050って書いてあるんですよ。楽天モバイル、カスターセンターがで、カスタマージェのカスターセンターが書いてあるけど、050になってるんですよ。で、050って書いてあるけど、無料とは書いてないんですよね。有料とも書いてない。だから、これ、有料って書いてないんですけどって僕言ったんですよ。で、有料って書いてないけど、これ、有料なんですか？有料って書いてないのに有料なんですかって聞いたら、そうですね、無料って、そしたら無料って書いてないから有料なんですって言うんですよ。こんなわからないでしょ、こんなさ、050とか書いてあるんだけど、無料と書いてないから有料ですみたいなことを言い出すの。と思って、別に変な悪い店員さんじゃないよ。悪い店員さんじゃないけど、さっきの話だと、050、ただし有料ですとか書いてあるとかおっしゃってて、でこう見てる書いてないし、で、そのね、楽天モバイルのその店舗の店員さんは、電話かけた時に、いくらかかりますとか、050かけた時に、お金かかりますよとか、なんか、アナウンスがあるみたいなことね。そうしたら、有料ですとか。だから、ここじゃわからないわけですよ。で、このやり取りをしてたら、なんかわかんないですけど、後ろからその、上司みたいな人が出てきて、で、なんか、上司の人が、なんかこう、でも上司の人が答えてくれる感じじゃなくて、上司の人がなんかどっか問い合わせる感じなんですよ。で、なんかそのね、女性の方とやり取りして、そんなやり取りしても、ほんの数分ですよ。2、3分ぐらいだと思います。そしたらなんか、ちょっと調べますんで、ちょっと待って、お待ちいただけますかって言われて、ちょっと待ってんの嫌だから、ユニクロ行ってたんですよ、ユニクロ。ユニクロで感動ジャケット買いに行って、まあちょっと10分、15分、まあ長くても30分ぐらい、ちょっと、その帰ってきますんで、ちょっと調べておいてくださいって、でユニクロで、感動ジャケット買って、また戻ってきたんですよ。そしたら、050無料でしたとか言うんですよ。と思うじゃんか。だから俺、ちょっとゾッとしたっていうかさ、ユニクロをその言ってる間、実際に050が有料でも問題だし、050が実はやっぱ無料だったでも、どっちも問題だと思ったの。だって050が有料だったとしたらさ、楽天リンクからかけて対象外なのは、
なんちゃらかんちゃらに050入ってないんだから、あ、それを見て、あれおかしいなって、その楽天モバイルの店員さんも、あれ入ってないですねって言ったの。その対象外に050書いてないですね。ちょっと調べますって言ったの。だから、ずっと050有料だと思ってて、で、仮にじゃあそれが無料だとしたら、無料で、それを知らないわけでしょ？050が無料っていうのは知らないわけだから、俺ユニクロで買いに行ってる間、まあ、ダイソーも寄ってたんだけど、いや、有料で、050が有料だったとしても問題だし、書いてないから、歌ってないから。無料だったら無料だったらで、店員が把握してないから、どっちも問題だなと思ったの。そしたら無料で、そのね、インターネットで、その、楽天リンクからかけて対象外のところにね、その050書いてないんだから、050も無料ですって、最終的におっしゃってくれたんですけど、もうゾッとしたね。だから、なんだかよくわかんないんだけど、ここに書いてあるんだけど、なんかバイパーからは無料ですみたいな書いてあって、なんか昔はなんか楽天、050にかけても有料だったみたいなんですよ。でもなんかバイパー経由からかけると、バイパーってよくわかんないけど、バイパー経由からかけると無料になったみたいなんです。だから昔はなんか、050が有料だったみたいだから、なんか、有料って言われたんだけど、その、コールセンターにも言われたし、俺、楽天モバイルの店舗のスタッフにも有料って言われたの。050が。でも、今はもう、大丈夫ですって。全部、楽天リンクかけたら050大丈夫ですって言われたの。楽天リンク始まって4月4日とかでしょ？もう俺今、今日5月15日なんだけど、これ、店員が把握してないって、やばいでしょ？会社として。だって、俺が、そのコールセンターのやつも、ね、知らなかったし、コールセンターのやつも、無料だって知らずに有料だって俺に答えてるし、楽天モバイルの店舗のスタッフのやつも、店舗のスタッフ全員、その、女の子3人と、後ろにいた、その、上司みたいな人も知らなかったわけ。ずっと有料だと思って。で、問い合わせて、いや、無料でした、つって。ゾッとするよね。だから俺が、そこで、質問しなかったらね、楽天モバイル、その050有料なんですか無料ですか聞かなかったら、ずっとそこの楽天モバイルのスタッフは、有料ですってみんなに言ってたわけでしょ。で、4月8日から楽天アンリミットスタートして、今5月15日、1ヶ月以上それ把握してないって、これ、組織としてもう問題でしょ、これ。オペレーションがなんかもう間違ってるでしょ、これ。ほんと、ゾッとする。ほんとね、俺、世直ししたなって思いますね。世直しというか、世のため、人のためというか、俺が言わなかったら、勘違い したまま教えて、また、ね、有料なんだって。俺はまだ声を上げる人間だから、こういう風にね、YouTube でこれおかしいとか、直接ね、そのね、電話でコールセンター言われて、たまたまだけど、たまたま店舗行ったらあったから、店舗で聞いて、俺はちょっと、追求するっていうか、追求ってそんなね、厳しい感じじゃないけど、普通に、どうなんですかぐらい聞いたけど、そういうことを言う人間だから発覚したけど、普通の人はそんな言わないからね。あ、なんだ、有料なのかよ、へーで終わり。俺はそこで細かく聞き込むするから発覚したけど、これね、ほんと楽天モバイルやばいわ。だって、これ前もね、あげたかもしんないけど動画で、前もこういうのあったの。コールセンターに電話した時に、0800は、フリーダイルだから無料ですよねって俺聞いたの。そしたら0800は、有料ですって言ったの。0800って、フリーダイルが無料ですよねって俺が何回も聞いたのに、0800は、有料ですって言うの。で、結局、なんか、他の人に代わって、いや、それは、フリーダイヤルの無料ですってなった。多分、0180とか、なんか0180かなんかと、勘違いしてんだよ、多分。その0800ってフリーダイヤル、じゃんか。でも多分、その、コールセンターの知らないのかどうか、俺、でもフリーダイヤルじゃないですとかって。それで、ええと思って、ちょっと、やばい、なんか、店員のその、質というか、だから、社会常識とかじゃんか、0120フリーダイヤルとかさ。
で、0800もフリーダイヤルになったわけでしょ。でもさ、もしかしたらさ、楽天のね、そのなんかシステムかなんかで、0800はちょっとフリーダイヤルじゃありませんとかもあるかもしれないじゃん。その格安携帯だから。うん。で、そしたら、有料ですとか言うから、と思って、そのちょっと確認して、本当に確認してもらったら、その、あ、無料ですってなったんだけど、だから楽天モバイルのその店員の質が、もう広すぎる。だから別に店員さんを個人的に攻撃するつもり一切ないですけど、そのなんかそのオペレーションシステムというか組織として、例えばその050が有料だったけど無料に切り替わりましたよっていうアナウンスが言ってないわけですよ、通達が。組織としてだから、やばいよっていう話ですよね、楽天モバイル。うん、でも、で何回も僕言ってますけど、通信速度がね、もう俺楽天エリアなのにね、もう全然遅いし、なんか100メガとか言ってますけど、全然俺もう、1メガとかだからね、普通に。楽天エリア、俺、ネットで楽天エリアもろ入ってるのに、もうギリギリとかじゃないよ。普通にもろ入ってるのに、楽天エリアに。100メガとかじゃない、1とか1メガ、2メガとか、もう、ひどすぎるよね、ちょっと、本当に。うん。だから、これ本当楽天関係者の人見てたら、これ本当にその楽天モバイルのそのなんか組織とか、そのオペレーションシステムとか、その、もうほうれん草ですよね。報告連絡相談とかも、その、もう、当たり前のことを見直して改善しないと、もうマジやばいと思いました。俺本当に、今無料期間中、1年間の無料期間中だから使ってますけども、絶対、もうこれだったら俺 Y モバイル使いますよ、もう確実に。うん、正直だって速度も遅いし、その電話かけたらなんかこれ、本来無料のものが有料ですとか言われて、もう不信感しかないよね。うん。で、この時間無駄じゃんか。うん。普通に聞いてさ、それ無料ですって終わりの話を有料ですとか言われて、それ確認する時間とかさ、うん。で、俺が教えてるっておかしいじゃんか。店員の俺が、コールセンターはもう、ね、俺、改善させられないままで申し訳ないけども、うん。たまたま店舗でね、通ってね、でも店舗のスタッフ全員が050は有料だと思って、だから050有料っていうことは楽天のコールセンターにかけたら有料だってなるわけだから、有料かけるのためらう人もいるだろうし、その楽天モバイルのその店舗スタッフ全員が、無料じゃなくて有料って思ってるってことはもう本当に、うん、やばいなと思いますよね。だから、うん、いや俺本当いいことしたなと、はい、思ってますってなんかちょっと変な感じになってますけど、うん、うん、っていうかね、まあ、ちょっとストップします。はい、だから、これ楽天の、ね、モバイルの、ね、関係者の人が見たらこれね改善してほしいし、まあ、今回のことだけじゃなくて、な組織体系がなんかどっかほころびがあるからこうなってるわけですから、改善してほしいし、もしね、050ね、有料だとか言われて、不安になってる人とか、あれって思ってる人がいたら、もうこの動画見てね、あ、それは無料だということでね、はい。でもちょっと、わかんない。ちょっと、不信感があるから、無料って俺言われたけど、実は無料じゃなかったとか、そういうオチもあったら怖いから、もう最終的には自己責任と、実際に確認してもらうしかないけれども、本当にね、ちょっと改善してほしいなと思いました。はい。以上です。